本日のメイン競争、大獣競争2歳の重賞競争です。農林水産大臣賞典同心スポーツ杯第34回北海道2歳優駿グレード3、キングカメハメハ賞、3番のステディラブ出走を取り消しまして11頭の競争、距離1700メートルです。各馬のゲートインは順調です。最後12番ゲート、モエレフェミニン、宮崎騎手が向かいます。2歳の王者決定戦、北海道2歳優駿、スタートしました。綺麗な飛び出し。さあ、先行争い、まだ各馬横一線であります。何が出ていくんでしょうか。内から2番のディアヤマトがスーッと出てまいります。真ん中シグナルパス、外は11番の宝山。その後4番の BB ダークライ、インコースには BB ナエトルがつけました。あとはリアディアーも追走。ゆっくりとした流れで1コーナーのカーブに入りました。さあ、内ラチ沿いからディアヤマトが先頭か、外ぴったりと11番の宝山。この2頭が並んでいきました。前2頭、わずかに11番の宝山、藤田騎手が前に行きました。2番手に控えてディアヤマト2コーナー。外の方からスーッとシグナルパス、並んで2番手を奪って向こう上面。その後は BB ダークライ、BB ナエトルが続きます。少し開きまして、ゼッケン8番ディアディアが中段位置、向こう上面中央です。さあ、その後後方集団はちょっと開いた格好になりました。ネイチャーグローがいます。さあ、そしてリラクエが少し前に押し上げていきました。さらに外の方からはバイタリティであります。今800を通過していきました。その後方になりますが、12番のモエレフェミニン。さあ、3コーナーのカーブ、ピッチが上がってまいります。先段固まりました。11番の宝山を中にして、外の方からバイタリティか。バイタリティが上がってまいりました。さあ、インコース2番のディアヤマトであります。さあ、このグループにはリラクエもおります。リラクエもおります。3頭1段で4コーナーのカーブ。あと、中段以降は若干開いた格好になりました。ジェイドファスが続いています。400の標識を通過、前3頭開いた格好になりまして、第4コーナーからさあ最後の直線コースに向いてまいりました。リラクエ、リラクエ3頭、リラクエ先頭です。11番の宝山、外懸命に懸命にバイタリティが押しています。さらに外から2番のディアヤマトが接近してくる。先頭はリラクエ、リラクエ、もう一度宝山が粘る、もう一度宝山が粘る。あとは9番のバイタリティと2番のディアヤマト、先頭10番のディラクエ、ディラクエ、ディラクエです。ゴールイン、わずかにリラクエです。そしてうち11番の宝山、こちらも粘りました。最後差を詰めた2番のディアヤマト、3着入線、そして9番のバイタリティです。あとは5番のジェイドファストが続きました。最後の直線追い比べ。10番のディラクエ。粘る粘る11番の宝山。並んだ体勢ですが、ディラクエ体勢有利。その後、最後、差を詰めてまいりました。2番のディアヤマト。こちらが3番手のようです。そして9番、バイタリティ。こちらも粘りました。第34回、北海道2歳優駿。北海道は、10番、ディラクエが、先着であります。そして11番の宝山、2着入線。その後前2頭に一馬審査と差を詰めた2番のディアヤマトが3番手、そして9番バイタリティ4番手の入線です。勝ちタイム1分47秒フラット、レコードタイムが上がりました。レコードタイムと上がっています。1分47秒フラットです。着順はまだ上がっておりません。10番のディラクエ先着であります。今第2コーナーからスタンドの方へと帰ってまいります。ディラクエ、もちろん重賞初制覇ということになります。鞍上山口騎手、今季3つ目、通算12勝目の重賞制覇、もちろん2歳優駿は初めて。管理厩舎、成田調教師、こちらは2歳優駿4回目の制覇、重賞はおととしの平成17年以来久しぶりということになりそうです。10番のディラクエ先着、千歳は社大ファームの生産馬、2着の宝山もよく粘りました。その後に追い込んだディアヤマトであります。34回の北海道2歳優駿、レコードタイム1分47秒フラット、素晴らしい時計が出ました。
レースを終えた出走馬がそれぞれ近場道へと帰っていきます。今着順が上がりました。1着10番ディラクエ、2着11番宝山、3着2番ディアヤマト、4着9番バイタリティ、5着5番ジェイドファストで点滅中です。勝ち馬確定までお買い求めの投票券はお捨てにならないようにお願いいたします。